いやいや、もう今日は野球の話は封印だ。わかりました。なんでなんかあったんですか。いや、ないけど。ないのないけど、触れちゃいけないのかと思って。いや、ないけど、もう多分散々喋らされてるだろうから。あ、まあそうですねあの、もうまさにそこ目の前、自分の母校なんですけど。母校、はい、あのちょっとじゃあ、俺前でやめてください。あの3年生の担任から昨日 LINE 来て、あなた明日来るのとか、行こうかしらなんて言ってね、もっと勘弁してくれっていう話で。おばさんで、おばさんって言わないで、今年定年なんですけど。昔は若かったんですよ、自分高校の時は。20年ぐらい前は。変な指導とかさ、変な指導してないで、そういうすぐエッチな方向持っていかないでください。もう朝ですよ。もうあの透けて見えてるんですけど、やべえ寿司が。いいっすか、開けます。はい、ドン。開けます、ドン。何これ。何、そんないました。多分見えない人がいるんじゃない。まあ、怖い。もう朝からエロい話して、怖い話して。じゃあ待ってますね。まずまずですね。まずまずですけど、まあ待ってます。待ってます。仲良く打ちましょう。ああ、久々に来たな、地元だけど。おい。あ、ファミスタ。あ、おエウレカとファミスタ並んでんじゃん。中竹さん、エウレカ打ちせえって言ってたもんな。まさかの奇跡の並びだな、あそこ。曲がっていく。スルー。なんだこのドキドキ。俺108番で入ってんだけどな。俺大体いつも待っててもらってるよね、この番組でね先に入った人が悔しいんだろうな、まだ主力キス取れるのにっていう。あ、いたまだ空いてる、まだ空いてるだいぶ繰り上がって、いた。開いちゃってるけど。いや、一回誰か取ったんですけど、やめてきました。レッツパチタボ。やりたかったんすよ、これ。やりたかった。初登場ですもん。じゃあもう一回やる。もう、いやいや、そういうことじゃないですよ。一回やればいいんですよ。ちょっと今、あんまってなかったから。あんまって、じゃあもう一回やってきます。もう一回やっとこう。わかりました。レッツパチタボ。はい、オッケーですか。完璧です。オッケーです。ありがとうございます、パルストップともえ、川越店にやってまいりました。はい、お邪魔しております。はい、で今回は私、はい、中竹一日2点と、はい、自分でも噛む名前、パチロ消防の辻康です。お願いします。はい、初登場ですね。そして初共演じゃないですか。そうなんですよ。あのご挨拶させていただいたことは何回もあるんですけど、こうやって藤井さん2人で収録ってなると、そうですよ、久々に緊張しました。よろしくお願いいたします、お願いいたします、ね、友って言うぐらいですから友達になっちゃう。まあそうですね、ちょっと距離詰めさせて、大先輩ですけど距離をちょっと詰めさせていただいて喋りたいなーなんて思っております。大先輩とか言ってるけど、はい、いくつ今もうすぐ39になります。若っ。いや、若くないんですよ。もう自分入ったの26なんで。ネズミ年。そうですね、一応牛にはなるんですけど。あ、私も牛だった。そうなんです。一回りだよ、一回りぐるっと。で、歴は何年。13年目にもうすぐ入るかなっていうぐらいなんで、なんかじゃあちょうど半分ぐらいか、私の。いや、だから結果大先輩じゃないですか。何にも教えられませんけどね。いろいろ引っ張っていただいてね、今日はもうトークでグイグイ引っ張っていただいて、私は一緒です。いや、プレッシャー、トークが一番苦手なんですけど。何おっしゃいますか、もう。マジでパチスロも苦手だし、なんでここにいんだ俺。パチスロもトークもうまいから、こんなに長く太くやられてるんだ。お情けありがとうございます。ありがとうございます。俺がありがとうございます。俺が否定してみたいな。まあとりあえず、もう番号がひどかったんで、2人とも悪かったみたいな言い方はちょっとやめてもらっていいですか。もうすでに流れてるんで、ね、私108番だったんで、だいぶ多くの人をやり過ごしてました、パチンコの方に結構流れたんで、パチンコ結構空いてましたけどね。まあここで貯めた引きを、はい、ね、お、出玉でフラグで引いてやろう。ああ、いいですね。いうところで、ファミスタででかいフラグを引きたいと思います、はい、ファミスタは避けたかったんだよな。しょうがないですね。でも2台並びってあと本当にジャグラー置きときと、あとはなんか細々した機種しか残ってない。
まあ、結局こればっかりしてます。映像映えしにくい機種しか残ってない。あでもやっぱ中竹さんといえばやっぱ名刺ですから、だからそういうところはね、まず間違いなく見せてもらえると思うんで、自分もなんかそういうこの培ってる中竹さん培ってるものを真横で見られるということを楽しみにしてます。じゃあビタン勝負だ。いやちょっと勝手に始めないで、いくぞ。レッツパチトモ。ちょっと野球には触れたくなかったので、もうこんなことになってしまいまして、まあそうですね、もうザ野球っていう題ですからね、はい、ちょっとじゃあ野球のイロハを教わりながら、野球のイロハなら話せます、はい、野球のイロハ知っててこの題で勝てんのかっていうねあ、せっかくだったらファミマッチやりますか。何それ。ボーナスを揃えたなんだかんだでポイントが入りますよみたいな、一応メーカーなんか2人並び打ちした時の推奨みたいなのがあるんで。おお、知らなかった。ちょっと後で聞いてくるんで、レギュラー聞いたらちょっとポイントアップチャンスみたいなビタ押しあるんで、おっとっと、いきなり熱い、あらチア、レア役対応ですね。まぁ、あ、ちょっとシンプルにバーからレア役対応、ドン。ああ、早い、8ゲームって8あなんかすみません、それいい台だわ、いい台ですね。そんな早く弾けることないもんこの台。いや、なかなかないですよ。ただこれがビッグじゃなきゃ意味ないですよね。そうなんですよ。早いね、赤7だ。ああああ、いいな。あれ嘘です。嘘かってなると F。 ああああああ、演出が見たかった。化けかの演出が見たかった、演出が見たかったということに、はい目押し、目押し下手だな、おいレグだなあらあら、大きい子役おめでとうございます。ありがとうございますお恥ずかしい9ゲームまあまあここからねラッシュなんていうのもありますから、まあ、ほとんどないけどねそんな身も蓋もないこと言わないでくださいほとんどないんですよ。53枚、53枚、トントンですねなんかいい演出いっぱい来るね。そうですね、一応外れ目からのところがあったんですけど、おっとっとどうかな。さあ超えるかな。演出自体はそんな強くないけど当たりました。やっぱいい台ですね。朝からなんかもう決まってたな今日はそんなことない、まだ早い。いやもうなんか、ああ別格ですね、背景夜、詳しい、やっとやったぜそうなんだ、夜そうなんですよ結構打ってんのに、ちょこちょこ打ってましたね、夜立角です、イエイ。やだな、やりたくねえな。じゃあにしてもらおうか。いやマジでマジでプロ横いんの本当やだなあもう俺来た、いきなり来た。あ、はい、さこれは2コマだよな、うん、7ゲーム。いや緊張するな、でもやっぱりでもすごい貴重な体験あー来た来た、 F 上段、おー危ねー怖えー、ちょっと目押しキャラになっちゃってるからそうですね、やっぱり目押しが好きな人への希望を与えたい。おーなるほど、やれば勝てるんだ、うん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 、ビタで止まるところを狙う練習を。あまあまあ2コマ目押しこれ油断、油断だよ、油断やられんだよこんなもんです、はい。いや俺も2コマやるもん、俺初めてやったかもしれん、気は楽になったわまあでも喋りながらしれっとやったりしてるんでやっぱ上手ですよ、2コマミスったわまあビタ押しはミスってないってことね、ビタ押しはミスったお恥ずかしい今ここ光った。さあ楽しい楽しい、強いリプレイ残る、はい、残るわ、入った、おお、黒ですね、なかなか珍しい強いやつ。おーしかー、ありがとうございます。あー見せて、見せていいなどこ6000円、見たい見たい、それは見たい、生で見れるんですもん。じゃあそんな役得だな。ちょっとね、あのこの R がついた島って、はい、正面に向いてない台がたまにある。あ自分の体に対して正座してないってことですね。ちょっとずれてる。おお、いやでもこういうのはでもちゃんとポイントですからねいや、まあ、まあそんなの関係ないですけど、まあでしょうね工房筆を選ばずなんつって、あ素敵、あいきなり来たな、ちょっと練習させて、はい、まあ、まあ、まあ大丈夫だよ、行くとこは、うんうん、なんだっけどこ、下段バーですね
もうね、打つたんびに忘れるんだ。いや、あの自分を忘れて始まる前に調べましたから。もうね、こんなもんね、これでいいんですよ。でもこう、カットに来たら一応ちゃんと、ちゃんと、はい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 、ちゃんと。マジか、マジか、この人。もうね、LINE 見なくていいんですよ。冗談に押しとけば。この、LINE 確認するともう一回探さなきゃいけなくなるじゃん。はい。それが疲れるんだよね。ちょっと台変えません。台のせいなの。あ、機種。機種。もうやだ。何これ。うわ、マジすげえ。っていうね。うわぁ。で、カットインが全然来ない。マジで、宝の持ち腐れや。台が恐れをなして。あー、こいつはやめるぞと。カットイン出したら割り出ちゃうぞって。やべえ、ね、これはやばい。もう、これ確認してると思う。あとは FF 探す。確かに確かに。これが疲れる。常に上段に押しとけば、いやだからその常に上段にが難しいんです。これで探しちゃうわけよ。はい、そうですね。これが疲れてだんだん精度が落ちていっちゃう原因になるんで。だから常に上段に狙っとけば。そうです。目離しちゃいけないもん。まあそうですね。スタート時間。うんうん。やべ、ノーカットでお届けしたい。なにこれ。もう船の誤りですね。なんか中断に見えたんで。いや、見てるちゃんと。ライン見てる。あのこの辺の視野でね。はい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 。ああ、そう、調子に乗るとやらかすから、いやでもすげえわっていうね。もうやんないよ。もうあの普通にやりますよ、はい、同じことの繰り返しなんです。わ、マジかっこいい。やべえ、惚れそう。いや、いろいろ見てきましたけど、見倒しうまい人、はい、ここまで、こんなにか。っていうね、っていう。いや、でもこれはな、遊び要素としてね。いや、すごい、マジで。まあ俺としても早いうちに見せといた方が気が楽なんですよ。あ、プレッシャー感じると、あの血管が縮まって、うんうん、体に良くないんで。科学的にね、あの、うん、コレステロールがやばい。コレステロール関係ない。あの、まあ2回もミスったけど、うん、ちゃんとやったとしても多分40ぐらい。まあそうですね。そんなもん、そんなもん、もうちょっとくださいよっていう。報酬が少ないんだよ、そのビタ押しのさ。じゃあそこが大きいところが、そのできる人からしたら足りないけどとかっていうとバランスですよね。俺様のビタ押しはそんなに安くねえ。まあ、確かにそういうことって言いたい。つってミスってっかな。とりあえず満塁、ワンアウト満塁ですね。絶好調はすでに終わってる。あ、ファール、ファール、ファール、ああ、落とせ。頼むよ、頼むよ。ああ、嘘だ。ああ、0点。何もできませんでした。すいません。いやだ、もうチャンス弱いっすね。弱いっすね。うちら2人ともツーアウト満塁で、0点ですか。0点です。一緒じゃないですか、はい。まあここでボーナスいけばいいんで、もう一回できるんで頑張りましょう。はい。じゃあパチトモ初登場ということで、はい、辻くんの、はい、生い立ちを語ってもらおうか。生い立ちね。結果野球になりますけどね。野球になっちゃうけどな。まあまあまあ、自分といえばなんかやっぱ親父がついて絡んでくるじゃないですか。ああ、だからまあ野球、まあ、切って切れないよ、ね。まあそうですね。だから野球の英才教育受けてたんでしょうなんて言われたりするんですけど、実際野球を始めたのが中学2年生からで、ちゃんと野球を始めたのがまさにそこの目の前の母校、はいはい、高校からなんですよ。そこから真剣にやりだして、まあ、大学まで野球やってっていう流れですね、自分の場合は。大学もセレクションでしっかり入れてっていう、いいとこまで行ったんですけど、本当に上手い人を、まあ、そのセレクションで見たときに、あ、無理だって思ったんですよ。わかるよね。そう、ある程度まで行くとね。そうなんですよ。だからうちの親父に関して言えば、そこから何クソ魂みたいなので、いや、どうぞどうぞ。ゲチな滑って落ちたんだけど、うんうんうん、そこで蹴ってからのはありますね。一応3枚掛けです。はいはい。わあ、部位が多い。これはいるだろう、さすがにね。4コマ滑り。
はい、まあ、ベル普通にベルにしたあー素晴らしい、いい台ですね、いいね、全力じゃね、ファミスタありえる2台2台全力2台全力バーかなー、うん、もうちょっと早くくださいよ、うん、ちなみにレグ中、はい、逆押しおで、おあのチェリーのこのひし形狙いますよ、チェリーのひし形、はい、赤な投げなんか、おはい、で真ん中のチェリースイカチェリーチェスチェ、あでバーゲダン、おドン、なるほど、これを全ゲームやると最初にやったファミマッチのポイントがいっぱいもらえます、全ゲーム全ゲームやると、まあ、ただこんなのあるよっていう、あまあ練習、そう練習とかちょっとわさび要素、そうださっきの話ですけど、はいはい、だから親父はちょっとなんか全く自分と同じような状況になって何クソってなってプロになった人なんですけど、だからね、あの努力の人っていうイメージがある、まあそうですね、だから息子にはそのなんか何クソ魂みたいなのが受け継がれなかったですね、あ もういいわっていうのと あと大学行ってパチスロにハマっちゃったんで早かったね、早かった、パチスロにハマったら全ての夢が食われるかね、いや本当ですよねそう、あ、続報追加調布お願いします、ありますね、熱い熱い、続報続々来た、来ましたね、これいるだろう、さすがに、あブランクがある、でも大丈夫だと思ってる、大丈夫です、もう狙いに行っちゃうから、あ、いける、ぜひ、もうビッグだよ、ビッグ、右上がりに、まあこれでもいいや、はい、離す、77ゲームこれでもいいやって言ってエフ揃えてる本当は右上がりに、ああなるほど、まあ綺麗にね、はい、あなるほど、もうユニバ伝統のリーチ目なんで、はい、カットインコネは来ても3とか5とかばっかなおどんどん急に来たな、急に来たいや分かんない、なんか引いてたかも喋って引いてなかった、まあいいや、当たったから何でもよし、おエフ、ああああああ、いやいいっすね、300分の1引けてる、まだまだゾーンですよ、ゾーンよし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 、いいぞ、あ全然カットインこねんだけどよし、来ても3、おい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 、ケチンボそうか、ラインを見ずに F を常に見た、なんだよ29ゲームってノーミスで、まあいいや、ここで稼ぐわ、もう頭きた、大丈夫大丈夫、2人返してもらえよっしゃ、よし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 、いや本当楽しいよな、攻撃レース攻撃レース本当はようできてるずっとやってたい、うん、いやこういうノーマルタイプ系でなんかその子役引けっていうタイミングってなかなかないですもんね、レア役引けとか大体そんな外れろって思う機会が多いから、3点、でかいのください、やっちゃった、笑ってくれてありがとうあったおおおよかったです、これがよかったわ、お情けくれました、びっくりした、いやありがとうございます、さあ私ゲーム数で攻撃フェーズいきました、はい、あマジか、ラッキーですね、呼ぶ位置だっけ、そうですね、はい、当てた、結構打ち込んだな、おおナイスバッティングナイスバッティング、さすが4番あっち、おおとと払い出しをならないでください、なっちゃったあーここで引けよ、そうですね、1ゲーム早かったんでもったいね、もったいね、あーあーボーナスだ、ここで重複してたのか、可能性ある、ここで引いたのか、うわマジ、マジスーパー見せプレイじゃないですか、ズリー、それちょっと攻撃フェーズ2回くれねえかなあいいね、バッティングがいい、ドン115ゲームありがとうございます、いやいいものを見せていただきありがとうございます、計はちなみに508枚で終わりました、投資が3000円なので十分今日は遊べそう、なんで大学の時に、はい、打ち始めたのは初スロからだよね、初スロからあー大丈夫か大丈夫か、20年だな大丈夫、あの高校の時に打ち始めたんで、おうおう、高校からうちの、野球部を引退した後にその野球部のやつが銃を撃って7万円買ったと、おわ
野球部やってたらもう100円のパン買うかどうするかで悩んでる時じゃないですか。パチンコパチスロ打てば7万円勝てるんだっていう話になって、それはもう聞いただけで脳焼かれる ね。で自分を連れられて銃を撃ちに行って、まあでも取りこぼしはしてても実際その時に8万か9万ぐらい勝ったんですよ。出たビギナーズラックですね。ビギナーズラックを経験した人しか残ってない説が、いやまあそうありますね。銃王から入る若者がいたんだね。そうなんですよ。ステップ踏まずに、だって銃王が7万円出るって言うんですもん。そうって言われたらちょっと7万円出るも打ちたいじゃないですか。この手前でリップ引いてて、その前がチェリーだったかな。おーっと一角、わー狙いにいったね。あのスライディングエイン数が出てたんでちょっとチャンスかなと思ってたんですけど、ね、チェリーないんで赤狙いましたけど一角、わーいやつながりますね。ボーナス185ゲーム、そんないい展開を見たことね。いやいや本当に、まあ設定差のないとこをバコバコ頑張って引けてるっていうのは非常に大きいですね。そこが不思議でしょうがないのこの台。うん、子役スイカかな。おーっとおー外れた、一コマ滑り、いや高まんないね。すごいっすね、楽しい。今日も7万勝つじゃん。川越の地だ。 あの時も川越の地だったな。お地場が合ってんだよ。そうですね、やっぱ地元っていうのはいいんだな。そうそう、だからまあお入った切れ目、お切れてるよ、チャンス、ありがとうございます。わこっちもはまんないな。ねはまんないですよね。素晴らしい、また負け130。おお、第2でなんなくて第3でなった。ああなるほど、ああこういうパターンもあるのか。そういうパターンいいっすよ。なんかこういうのが意外と入ってるからファミスタ面白いっすよね。いやありがとうございます。ダン、もうビッグゴー、ビッグゴーと同じぐらいになったな。うんうんうん、よしリプレイは今のうち引いといた。どうだこの時間で2人で6回と7回当たってんだもんな。これやいい台か、もしかして化け、まあ、3回ですよね、全部化け2回。じゃあまだ辻君を根掘り葉掘りっていうコーナーで、コーナー根掘り葉掘りコーナーまだ続いてます、ね、まだ続きます、もうあんまないですよ、もうあんま。じゃあ初めてはいやったのいつ何歳中学校1年のクリスマスですね。中 1!?周りの人振り向いちゃった今。中一のクリス、あ、おいおいスライディング。やめてよ、切れないじゃないですかもう。中一ですって皆さん。いやほらもうちょっとダメだって。中一に入っちゃったよ。言い方。うまいこと言わないでください。中一かよ。生徒会長でしたね。懐かしい。どっちがどっちが。向こうです向こうです。生徒会長。クリスマスにちょめちょめありましたね。え、じゃあ3年生3年生ですね。やられたの。はい、やられたの。やられたやられたのか。いや今考えるとマジで素敵な初体験でしたね。あマジ最悪だ、切れると思って言ったのに。いい話じゃないですか。わ悪いぞ、今もうボーナス止めんの待ってって言ったじゃん。もう113ゲームよくないぞ、悪い大人がいるよ。もう辻勝也中一で2個上の生徒会長の、はい、やめてマジかやめてよ、中竹さんが出てるだけでめちゃくちゃ再生されるんだからもうやめてよ。ショックだな。なんで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 。じゃあ 逆に中竹さんは いつですか。俺は高一だよ。あでも普通じゃないですか。自分はちょっとやっぱり早かったとは思うんで。まああれか、俺も友達の姉ちゃんにやられた。やられ始まりで、ね、やられつながりですね。と何そんな。これはまず今思うとめちゃくちゃいいシチュエーションですよね。清楚系。清楚系ですね。何それ。ね。ちょっとお父さんに言うよ。いやお父さんに言わないで。お父さんに言わないで。
え、どういう流れになるのそれ。いや、そんな真面目な女子。自分が学級委員やってたんで、まあ、それで生徒会で、まあ、それで仲良くなって、でクリスマス遊びに、別に付き合ってなかったんですけど、遊びに来てよみたいな話になって。なんで遊びに来てって。いや、どうせ休みだ、別に何もなかったんでっていう流れで、じゃ気づいたらもう、綺麗な筆下ろしでしたね、はい。なんだよそれ、そんな話あるんだ。いやいや、そんなこと言っても友達のお姉ちゃんもなかなかそそりますよ。あ、それはアバズレだったんだ。アバズレって言うな。初めての相手のことを大事にしなさいよ。なんだアバズレって。まあ、あとはご想像にお任せします。まあ、大体みんなの想像が一致すると思いますね、いいですね。まあ、十分でしょう、6点。うわすごい、見せ場たっぷり。よかった、ファミスタの見せ場がみんな楽しいのかって。確かに飯。あ、そっか、よし、いいの引きましたよ。あ、素晴らしい、ね、お互いいい、まあ、そうですね、展開もいいですからね。これぞレッツパチタマ。本当に朝よりずれてる。 あら、綺麗な出目が止まっちゃったよ。いいのが止まってですね。ただのショートオンエース、多分このゲームが入りだと思うんだよな。333比較整理した街並みみたいな。綺麗だな。4コマでしょ。あ、で入りはなんだっけ。あ、そうか、チェックできんだよね。あ、やっぱさっきのここの消灯だけですね。忘れてたそれ。そう、自分もさっき思い出します。へえ、綺麗な当たりだったな。いや、何事もなかったな。あーし、7、ありがとうございます。349、ちょっとハマりました。まあ、ハマったうちに入んねえか。いやー、本当ですよ。おおおお、3ゲーム、3ゲーム、予告音からびっくりした。いやー、やっぱ生徒会長引くだけの男は違う。すごい、やっぱすごい、さすがF だ。よし、3ゲーム、やったー。いやー、ちょっとこれは上手。Jらしい感じちゃうぐらい引いてるわ。Jらしい。お、斜めスイカちゃん。なんで、なんで、なんで、なんで。あ、200ゲームのところですか。いや、違う。あ、ゲーム数なくなって。おう、なんで。あんの薄く。なんでしょう、ね、いや、ないよな。いや、わかんないですよ。可能性ありますよ。リプレイだよ、だって RT 中にさ。まあ、確かに。そうか、このゲームだもんね、このゲームで引かなきゃいけないの。引いてないで、リプレイでバーンっていったのはちょっと初めて。ちょっと左止めようかな、一回。よっ、おっ、あー、ビタったー。おー、いやー、ビタりました。すげー、よいしょ、あざし。いや、これ最高だな、ビタ止まり。何このレンチャンですね。おーし、赤39。すげー、マジで止まらねえ。箱持ってきましょうか。あ、いや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 、コールドっていうものを見して、ちょっとコールド見たいですね。うまいうまいうまい、マジである。おーす、これホームラン出たらコールドですからね。もうツーベースでも OK。 見てみたい。あ、絶好調、絶好調、決めて決めて。しかもベル、あー、抜けた、抜けた。やったー、10点。素晴らしい。ちょっと記念撮影。いや、じゃあ撮りましょう、撮りましょう。はい、チーズ。あ、いい顔、いい笑顔です。笑顔だけで生きてきました。そんなことはない、そんなことはない。さあ、いくつくれるの。大きい、すげー、160。じゃあ、周期まではもういけるわけだ。そうですね、これ大事ですよね、周期いけるよね。ダメなのかよ、2周期で上で。
大きい途切れた。ここで繋がる予定だったのに、ここでまた何か引けばいいのか。そうですよ。うわダメだダメだ、これが精一杯か。うん、すごい。お、入った。なんで。あらーホームラン絡んだからかな。でかいな。おばわりさん来ちゃうよ本当に。いやマジで。あ、1000枚超えました。あいやー今度は出るんだな。なあ必勝本、はい、なんか知ってんだろ。いや知らない。必勝本だけど決して必勝ではない。あー止まった。やっぱなんか知ってんな。いや知ってない。知ってたら4冊なくならない。あーびっくか。ちょっと見てようかな、打ち方。疑わない。なんかあんじゃねえかな。ないいやいやいや、なんすか、嫉妬ですか。いろいろ嫉妬してる。辻康という男をいろんなところの。いやいや、せめてこれだけにして、これだけにして。言わすのか俺に。いやいや、言わせない。今日の展開も嫉妬するけど、やっぱ一番の嫉妬はなあ、あれだよ、あれ。どれですか。あれだよ、これですね。ああそうですよ、やっぱこんだけビッグ引いたらやっぱ隣にいたら嫉妬しますよね。しょうがない、そりゃしょうがないわ。生徒会やめとけ。3箱目かよ。いや、はい、すいません。まさかの飲まれ。いや最後後半に入ってからポンポンポンとはまりましたね。本当お昼ご飯マジックだ。お昼ご飯マジックやられた。ちょっとお昼ご飯取りすぎましたね。やっぱ盛りそばとカレーうどんはやりすぎだな。やりすぎなんですよ、わんぱくなんですって。あ悔い改めます。はいはい、実践終了。ありがとうございました。だいぶ出ましたね。出ました。はい、まあ乗り打ちではないんだよね。はい、残念ながらそういうお話なかったんで。そうだよね。あ、後付けはちょっときついかな。はい、まあでも2人トータルでかなり食らってるんで。まあそうですね、はい、楽しく実践できましたし。楽しかったです。はい、はい、ありがとうございました。ここで、はい、レッツパチサボー。いや早いのよ急に。ファミスターにつけっきりだったのでどこがどう出てるかとかも全然わかんないんですけど、とりあえず稼働はとにかくすごいと。ああ、ここ並び 1,2,3 台バイオ RE2 ですね。さあさあさあ、台数の多いカバネリやってすぎじゃね。どっちかっていうと箱ちょっとですね、自分も使ってましたけどデカめなんですよね。でこんだけ積んでると。おー、傷物、ここも並びの2台。千枚札、千枚札、うん、もうエチバ花花30杯も結構強いですね。出玉ついてるとか、まあ置き時にしっかり、花花にしっかり、花花に関してはしっかりレギュラーもついてきてるし、まあ当然またジャグラーと違ってビッグっていうところもすごい大事な確率になってくるんで、そこもついてるって考えるとやっぱ30杯も強そうだなっていうのは見て取れますね。一番分かりやすいところですから。うん、でもこうやって見るとノーマルタイプもそうだし、まあこの 6.5 号機のまあコインがある方、あとはスマスロー、なんかまんべんなく出てるイメージかな。グランベルムもめっちゃ出てるし、とりあえずはい、個人的な感想としてはやっぱ稼働と出玉が合ってるなっていうところ、うん、なんかこういうの見るとちょっと安心しますよね。うん、すごくいいと思います。レッツパチトモ、はい、実践終了しました。お疲れ様でした。さあ、なんかまあ機種的にはね、人を選ぶような部分もあるので、そうですね、ちょっと心配でしたけども、うんうん、まあ、展開良かったしね。いや本当あんな展開のいいファミスター初めてですよね。まあ、いいとこお見せできたんじゃないですか。そうですね、リーチメモもいろいろ見せられましたし、はい、中崎さんのビタ押しも見れましたし、いや辻君だってなかなかの手前で、いやうまい感じでカットしてくれてることを祈るのみということで。あ、そういうことやってんの。いや、そういうことやらないと失敗したとこ切っちゃったりしてんの。あらやだ。いやいやいや、でも本当に、でも本当になんかいろいろと勉強させてもらう部分も多くて、本当か。いや、マジでなんか早め早めになんか待ちすぎちゃダメみたいなところとかも、うん、結構大事にいくタイプなんで、なんか逆にそれを変えてからうまくいったなっていう印象です。本当に役に立つ、ね、光栄でございます。
じゃあ、まあ、スージュの方はですね、はい、まあ、私は投資6本で回収1枚回収1枚回収って言わないの、ね、あまりですね、はい、まあそんな結果でしたけども、はい、まあ楽しめました。はい、でも隣でもうちょっとね、あの焼き餅焼くぐらいいっぱい出して、そうですね、あの必勝もなんか握ってんじゃねえかってずっと言われてましたからね。はい、握ってたのはそれだけじゃなかったですけどね、はい、まあ、またなんかうまいこと言ってる風でさ意味深な感じ持たせるのやめてくださいよ。はい、で私の方が投資が3本、はい、回収2511枚あらまあ、もう本当に2400枚弱のプラスと、久々だ、今まで負けてきたファミスタ分が結構返ってきた、まあ、まだマイナスですけど、うんうん、はい、でも返ってきたなっていうところと、まあ、このタイミングでカメラの前で出せてたのは良かったな。いろいろ良かったですね、今日は本当に良かった、マジで、はい、俺得な日でした。パチトモ視聴者の皆さんに、はい、まあ、辻康史という人物、はい、まあまあその一端ですけどもね、知ってもらうこともできたと思いますんで、そうですね、まあ、何が一番印象残ってるかなって考えたら、中竹さんが言い過ぎてあれだろうなっていう気持ちの不安の方が多いですけどね、うん、まあとりあえず、うん、あのどっかで会うことがあったら、うん、生徒会長だからもう呼んであげてください。危ね、グー出ちゃうとこだった。以上、はい、レッツパチタマ最後まで会わねえ。